そろそろ準備した方がいいんじゃ。私はこのまま出るつもりだけど。ダメよちいちゃん、可愛いちさちゃんをたくさんの人に見てもらわなきゃね。せっかくのチャンスだものね。頑張ってな。小手川はどこへ。ミスコンのための化粧だとさ。その次はお前もやってもらうのか。お前はどこまで俺を恥ずかしめる気なんだ。髪長いんだからお前が女装しろよ。いやじゃ、お前にこそネタワークを紹介しよう。おい、一旦店閉めてやんでいくぞ。